手島優の東京ネクストカール始まりました。東京ネクストカール MC を務めるいい男山口と手島優です。イエーイ。ということでね、はい、なんと手島今日で9回目ですよ、あら次回で10回目ですよ。そりゃそうでしょうねあごめんなさい、当たり前のこと言っちゃいましたけど、びっくりした、でも言われてちゃった、いやありがとうございます、ね、3月で9回だったらサンキューですね。うわなかなかヘビーなのほとんどいますねそうですね、サンキューが、ね、だ本当見ていただいてる方にサンキューってことですね。サンキュー、サンキュー。今回でもう9回目ですけど、ね、だいぶね女子力アップの情報を仕入れたじゃないですか、はい、結構自分でも思います、女子力アップしてきたな。うん、なんすかその自信なさげなどうなの、どうだと思う。いやでも、はい、綺麗になってきたんじゃないですか。マジで、はい、なんちょっと上から見せるのいやいやごめんなさい、確かにね、確かにあの今あの本当に雑誌のグラビアを見てるイメージで言っちゃいましたけど、うん、でもね綺麗になってきてますよね皆さん。本当でもねメイクだいぶ薄くなりましたよ前より。あナチュラルに。そう第1回目の時よりもなんかこう、うん、やっぱ素肌で勝負しなきゃと思っていろいろ教わったじゃないですか、うんうん、それでなんかあもう意外となんかあんま濃いメイクって受けないんだなと思って。あそうすか。そうだからちょっと薄くしてるの。ほらもうだポイントアップになってますよ。うん、この番組ね、うん、そういうことですよ。さあ僕らもまたもう一回一から見直して、うん、さらに女子力アップしましょう。まあ僕はちょっとねアップしてどうすんの。いや僕はだからコンパで喋るんですよ、うん、やっぱりあのコンパに来るような女性って、うん、やっぱりそういう飲み会にねよく来る女性が多いんですよ、うん、そういう子ってねもうイケメンとか飽きてるんですよ、うん、イケメンよりも、うん、こうなんかねコンパを一生懸命盛り上げてくれる人、汗かいて盛り上げてくれる人に、うん、その場の酒の勢いとかもあると思うんですけど、うん、もう洗脳されちゃうんですよ。あこの人面白くて好きかも、そしたら簡単ですよ、簡単簡単。この番組は女性の永遠のテーマである美を追求してワンランク上の女性を目指す情報発信番組です、はい、こいつはほっといてください、僕のことはほっといていただいてね、まあね今手地が言った通りね、うん、この番組見ていただければもう皆さん明日からもうワンランク上の女性になりますんでね、はい、ぜひぜひ最後までご覧ください、はい、ということでまずは最初のコーナー参りましょう、はい、まず最初はこちら、ネクストガールのナナです。そろそろホワイトデーの時期ですね。お菓子募集中です。アップルパイの誰でもできるチョイヨガ。アップルパイの誰でもできるチョイヨガ。はい、このコーナーはですね誰にでも簡単にできるヨガで身も心も綺麗になっちゃおうというコーナーです。まいちゃん9回やってきましたけども、はい、どうですか。だいぶ代謝が上がって綺麗になってきたかと、うん、かと思います。毎回毎回優しくヨガを教えていただけるのはヨガインストラクターのヨーコ先生。よろしくお願いします。よろしく。タイラポーイ。いやあのねすっかりねもう仲良し3人組みたいな感じになってきたんですけども、はい先生、どうやったら私たち彼氏できますか。ちょっとわからん。わからん先生ヨガだけ教えればいいみたいになってるけどさ、いいな先生は幸せそうでさ、ね、幸せいっぱいなポーですか。パイナポー。あーいいですねご機嫌じゃないですか今日は。そんな先生今日は何を教えていただけるんですか。立ち木のポーズです。では本日は立ち木のポーズを行っていきましょう。はい、では立ち木のポーズはまず足の幅を腰幅ぐらいに広げていきます。はい、広げましたらまず体重の差を同じにするように右足左足体重の差を一緒にしていきます。目はどこか一点をぼーっと見るように開いた状態で行っていきましょう。はい、では少しずつ足の裏から体重をかけていきます。左の足の裏です。左の足の裏どん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 左側に体重かけます。足首、膝、もも、腰、胴体、肩、頭まで。頭から左の足の裏まで一本の軸を入っていきます。そこから右足かかとを浮かせてつま先立ちです。横にスーッとスライドして足につけていきます。はい、そうですね、左足体重で、では右足をゆっくり浮かせていきましょう。あ、じゃあ足をぐーっと持ってきていただいて、そうです、そうです、そうです。はい、でこのままでもいいですし、足離せられたら右足浮かせてふくらはぎにタッチ、はい、もう少しできたら
ももの横に足を持っていきます。そうです。はい、感覚が大事ですね。この時軸足の足の親指とお尻をキュッと締めて、はい、バランス取れたら胸の前で手と手を合わせて合掌をしていきます。ちょっときつい場合は壁があれば壁を手つけていただいてもいいです。はい、はい、では一度息をふーっと吐いて吸って、その手を上にぐーっと合掌した手を上に上げて肘もピーンと伸びます。そこでキープ、立ち木のポーズ。呼吸は息を吸うときに手をぐーっと背伸びをするように伸ばして、吐くときに少し緩めていきましょう。気持ちよくぐーっと吸ったりふーっと吐いたり、そうですそうです、背伸びをするような気持ちでバランスをとっていきます。そうです、ぐーっと伸びて、はい、終わりました。今日は立ち木っていうことだったんですけども、どんな効果があるんですか？はい、立ち木のポーズは精神統一、集中力をアップする効果があります。なんかね、すごく癒されました。はい、まいちゃんはどうでしたか？そうですね、集中力やっぱりお仕事やる上ですごい大切だと思うので、相方に頑張ってほしいと思いました。はい、本番前に立ち木をしてから臨みたいと思います。お願いします。はい、それでは最後にいつものよろしいですか？はい、アップルパイのアンプルプルチャイヨガ、まったね。占い師の夢美咲ピンクです。2012年お仕事運が一番いいのは8月生まれのあなたです。おしゃれに変身、ネクストスタイル。皆さんがちょっとわからない女の磨き方を簡単に学べるこのコーナー、教えてくれるのは下北沢全土で美容師とヘアメイクをされている菅沢さんです。出た、よろしくよ。ふわふわ王子。ああ、ふわふわ王子。いやでもね、前回は良かったですよ。うん、ね、最近いいよね。いい、なんか2012年やっぱ変わってきてるよね。うん、変わりました。変わってる変わってる、来てる来てる。ちょっと今日も教えてよ、いろいろ教えてください。先生、今日は、はい、カールアイロンを使った、はい、ナチュラルなカールの作り方を教えていきたいと思います。はい、アイロンって難しくないですか？そうなんですよね、よく美容師さんがやってくれると、ヘアメイクさんとかやると綺麗にできるんですけど、自宅では難しいっていう方が多いので。そう、私難しいから持ってないんですよ、カールアイロン。そうなんですか？できないんだったらもういらないと思って。でも確かに男から見ても結構湯気出てたりするじゃないですか、あれ火傷とか怖くないのかなって思うんですけど、ですね、その辺の説明もちゃんとしていきたいと思います。お願いします。じゃあ先生、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日のモデルは、テジです。うふ、愛がいっぱいアイカップ、テジマユウです。あ、なんか懐かしい、これ懐かしいぞ。2012年初めてじゃないですか。ちょ、ね、そんなことないかしら。なかなか自分の冠番組でやってくんないんだもん、これ。他の番組で必ずやるのにね。あ、これちょっとめでたいね。めでたい。うん、じゃあテジに早速カールアイロンの方、はい、お願いします。お願いします、はい、それでは始めていきます。はい、なんか太さとかいろいろありますよね。そうですね、今日はちょっとナチュラルなというのでちょっと太めのを2本用意してるんですけれども、ナチュラルってことはやっぱお勤めのね、女性とかもスーツに合いそうなカールってことですよね。そうですね、あ、いいかもしれない、仕事前の5分でできるような簡単なカールをちょっとでもセットしてあるとちゃんとしてると見える。今は何を塗ったんですか？はい、今は、このカールアイロン、やっぱり熱が通るので、やっぱり髪の毛も肌と一緒で熱いと火傷してしまうので、それから保護してくれる、はい、そうなんですか、ヘアクリームが出るのでそれを大体使ってます。はい、では始めますね。お願いします。まず、自宅でやるというところをメインで置きますので、はい、まず2つに分けますね、上の部分と、で耳の前のところですね、ここから中中間から毛先にかけてスーッと当てます、で自分でやるときは大体こういう形になるので、そのまま下に抜くという。あら、あら、まあ縦にパッてやるだけ。そうですね、スッと下に抜く、まあ、自分のやりやすいように持ち手を下の方に持ってくる、でこれをそのままスーッと抜くと。あら、おー、変わってる？いい、めちゃめちゃいいですよ、本当に。うん、いい上品、上品、いい女。いや、これは簡単だわ。見てても簡単ですか？うん、見てても簡単です。でもこれでも多分できます。男の人がね、やってあげたらちょっとコミュニケーションとかなるかもしれないね。そう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 。でも本当に女の子でも巻くのが苦手って子はすごい多いんですよ。
いや、はーや、さっさって、こんな簡単にやっちゃってますけど、長持ちとかするんですかこれ。そうですね、この後にちょっとスプレーで、キープ用のスプレーで固めてあげると、なるほどな、固めてあげるから本当この形が優しくていいんですね、はい、あと右利きの人とか利き手があるので、うんうんうん、利き手と逆の方はみんなやりづらいということがあるんですけど、まず毛先をこう挟んであげて、それで持ち手を下にして、そのまま下に引くだけなので、これだったら右左右のカールがバラバラになるということはなりにくいですね。なるほどね。あ、そっか、はい、やるじゃん。結構みんな右とやるとこっちで持たれてるんですよね。危なっ。いや、結構熱かったよ今。でもこれは自分でやってても火傷しない方法があるってさっき言ってたじゃないですか、うん、はい、それは何なんですか。そうですね、まず髪の毛の大きく取るということが一つと、はい、あとは巻き手から一回根元の方に手を当てると、うん、あ、なるほど。みんな寄せすぎちゃうんですよね、うん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 、そうならないようにまずここに手を当ててそのまま抜いてあげる。そうすること、厚みなんか熱とか感じました今、うん、全然。あ、じゃあもうすぐだ、遠くで、結構遠くで取ってますもん、はい、あら、もしかして。はい、それでは完成ですね。早っ早っ。今5分ぐらいじゃなかった？5分もかかってないですよね、下手したらね。いや、すごい、全然違う。本当、はい、見たい。見たいですか？見たい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 。じゃあちょっと大絶賛だったから。いや、これはマジでいいっすよ、全然違う。いきますよ、せーの。うわ、全然違うじゃん。全然違う。え、超可愛いじゃん私。あ、いいじゃん、ね、いいじゃん、お、いいじゃん。手地って可愛いんすね。ということで先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。次回はどんなスタイルを教えてくれるんでしょうか。以上、ネクストスタイルでした。みんな真似してね。